ねえねえ、美和ちゃん。はい、美和です。え、五条悟？そうだよ、みんな大好き五条先生だよ。え、なんで私の連絡先を？歌姫に聞いたんだよ、美和ちゃんとお話がしたくてさ。え、どういうこと？嬉しすぎるけど。何か伝言とかですか？違うよ、ただ美和ちゃんとお話ししたかっただけ。嬉しいですけど、世の女性たちに怒られそうですね。なんだこのグループは。あれ、メカ丸？グループだったんだ、てっきり二人きりかと。間違えて君も入れちゃったみたいだ。暇なら君も相手してよ。メカ丸だったよね。確かに俺はメカ丸だが。そうそう、君には任務の件で用事があって、ついでに連絡先を聞いておいたんだった。ついでか、まあいっか。五条先生が私めに何のご用でしょうか？そんな緊張しなくていいよ、かすみ。かすみ！大胆だな。僕は生徒のことは名前で呼ぶんだ。ああ、私だけじゃないのか、ちょっと残念。でも名前呼び嬉しいな。そういえばさっき聞いたんだけどさ、かすみって僕のファンなの？え？照れなくていいよ、僕のファンってたくさんいるから慣れてるんだ。実は陰ながら応援しております。へえ、嬉しいな。君みたいな可愛い子に応援されたら僕頑張っちゃうな。俺も応援してるぞ。野郎はいいんだよ、野郎は。扱いの差がひどすぎないか。それよりさ、かすみ、歌姫から聞いたかもしれないけど、君僕のタイプなんだよね。え？何を言い出すんだこの教師。ってことはさ、両思いだよね。美和、落ち着け。五条悟と両思い？そんなことあっていいんですか？っていうか、かすみはさ、ただのファンなの？僕のこと好きじゃないの？好きです。おい美和、お前のそれは憧れではなかったのか？やっぱり嬉しいな。みんなに好きなのかって言われたら恥ずかしくて、恋愛的な意味はないって言い続けてきたんですけど、でもやっぱりかっこいいし。やった、僕たちやっぱり両思いだね。待て、そんな簡単な問題ではないだろう。ちょっとちょっと、人様の恋愛事情に口出ししないでよ。そうはいかない、美和は大事な仲間だからな。ただの仲間？何が言いたい？いや、君はてっきり。まあいいや。それでさ、かすみと行きたいところがあって。私と？もしかしてデートのお誘い？そのデートで告白されたりしちゃうの？実はこの前、商店街のガラガラで一等が当たってさ。五条悟って、商店街行くのか？一泊二日の温泉旅行のペアチケットをもらったの。え、すごいですね。え、温泉旅行？私と？そ、行かない？行きたいですけど、初デートで泊まり？しかも温泉？ちょっと早いような。でもここで断ったらもう誘ってくれないかもしれないし、私がお子ちゃまなだけで世間的には普通なのかも。初デートで温泉に誘うなどバカバカしい。美和、ここは潔く断れ。行かせていただきます。美和。やった、決まりね。日程は来週の週末。歌姫に休みにしてもらうように言っておくから。ありがとうございます。楽しみすぎる、五条悟と温泉。人生初のデートが五条悟となんて、私って幸せ者ですね。美和、よく考えろ。五
五条悟は教師だぞ。年齢も離れてる。ちょっとちょっと、口出ししないでってば。歌姫先生も黙ってはいないぞ。でもさ、今時年齢差とか関係なくない？僕は霞を幸せにする自信あるよ。僕って強いし、財力もあるし、不便は欠けないと思うな。確かに、そうかもしれないが。まあ、もし僕が霞を傷つけるようなことをしたら、その時に止めてよ。メカ丸、私は大丈夫ですよ。三輪がそういうのなら、下手に手出しはできないな。楽しみだね、温泉。はい、楽しみです。混浴だったら一緒に入る？それはダメだろう。メカ丸？やはりこのロボット君は霞のことが好きなのか。まあでも僕の方が好きだし、君には渡さないけどね。霞、じゃあ今週末迎えに行くから準備しておいてね。はい。結局止められなかった。ミワが心配だ。それになんだか俺の胸もモヤモヤする。なんなんだこの気持ちは。ミワのため手段は選ばない。なんとしてでも二人の温泉旅行を止める。かすみ、今日は楽しみだね。はい、昨日はあんまり眠れませんでした。かすみに喜んでもらえるようにたくさんプランを考えたから楽しみにしておいて。私ったら本当に幸せ者ですね。じゃ、チェックインしに行こうか。はい。はい、そうです。え、予約がない？え、いや、確かにしましたけど。はあ？どうしたんですか？僕たちの予約が昨日の夜に電話でキャンセルされたらしい。え、一体誰がそんなこと。誰って彼だよね。まさかメカ丸？はあ、まさかここまでするとは。メカ丸どうしちゃったんでしょう。しょうがないから、温泉はまた今度だ。でも絶対に連れて行ってあげるから楽しみにしててね。はい、今日は観光だけして帰りましょうか。そうだね。結構楽しみにしてたのに、あのロボット。あの子は霞に気があるみたいだし要注意だな。ま、霞を渡さないけどね。つい最近追加した最新機能、変声機を使用して五条悟の声で予約をキャンセルしてしまった。五条悟め、パソコンに予約履歴を残していたのが間違いだったな。歌姫先生に協力してもらって簡単に予約番号を調べられたぞ。歌姫先生も五条と三輪のカップルには反対のようだし、まだ俺にも可能性があるな。今頃二人は怒っているだろうか。しかし、宮の順序を守るため、俺は悪魔にでもなろう。相手が五条悟なのは不安だが、愛する者のため、宮、待っていろ。二人の会話を聞いていたメカ丸は、宿泊場所を覚えていたため、前日に勝手にドタキャンするというとんでもない行動を起こしてしまった。しゃけ。自分の気持ちに気づいたメカ丸は、五条悟相手に身を返してもらおうと奮闘するのであった。おかか。しゃけ。ツナ。たかな。明太子。この名前。おかか。チャンネル登録よろしくお願いします。